はい、こんばんは、マチュピッチュンです。まあ今日もね、手堅くパチッと抑えられたなというふうに思います。まあこのシリーズは3連勝、まあ4連勝も間違いないとこですね。皆さんも並びの方分かったと思うんですけど、まずは脇本ラインの阿部拓磨との 2-4 ですね。でも全然ライン違いますけど、阿部拓磨行くとこありません。 2-4 です。そして神奈川何社やこれ、6社と千葉1社、7社が8-5-3-1-7-6と並びます。新村城、これを先頭にして、やはり私の予想通り、期待、そして松井幸雄、そして郡司幸平、7番の和田まくる、そして6番の松坂洋平、最後に9番の鈴木豊ということで、もう 7社結束、2つに分かれることは、僕は今まで競輪いろいろ見てきましたけど、こんなの初めてです。一つの県からね、6人の選手が決勝に残るっていうこともまずないことなんですよね。はい、しかも千葉かなで7人、はい、で福井と神奈川ということで、しかも脇本は自力型です。インに粘って同様どうのこうのができませんということで、もう正直言ってお手上げ状況で、もう脇本に勝ち目はもうほぼ 99% ありません。大穴では書いてますけど、もう小田原で、地元で、で地元の G1 がね、ああいう結果に終わったんで、もっと結束してます。うん、もう言うたって、これ考えたら、これ軍事が4番手回りますっていうことなん で誰が出せなんや言うたらね、やっぱり松井幸雄を今回は中心に動いてます。松井は初日特選でね、神奈川を引っ張りましたね。ところがその功績も今までいろいろね、人の勝利に貢献した松井幸雄が、今度は自分が勝つ位置を回らせてくれる、まあ世の中順送りですね。でその伝統が行き継いでいるのがやっぱ神奈川ですね。はい、だからもう優勝はほぼほぼもうこの神奈川から出ると断言します。はい、で、大穴は一応書いてますけども、来たらまあまあつくと思います。こんな感じですね。はい、もう神奈川で決まるという予想。はい、大穴は書いてますけども、ほぼほぼ神奈川で決まります。はい、もう誰がどう言うても、この3-5-5-3ね、期待と折り返し、松井幸雄との折り返し、ここが本線です。はい、どっちか言ったら5-3厚めの3-5って感じです。そして3-1、ごめんなさい、3-5厚めの3-5-5-3の折り返しと、そして3-1、松井から当然のように軍事、そして穴なんやねん言うたら3の頭から2-4ごちゃっとなって、松井が勝つ展開になって2着力で脇本が突っ込んできた、うん、あるいはその後ろの4番のですね、阿部拓磨が、うん、脇本散った後に自前の足でその勢いを持って突っ込んでいった、その3-2-3-4、この2点が穴、もうほぼほぼここまでで決まります。そして大穴なんやねん言ったら、やっぱりまくり切ってしまう、それでもまくり切ってしまう、もうこれちょっと超人的で考えられないんですけど、2-4-5-3-1、2番の頭は当然脇本で、4番、阿部拓磨ラインのね、そして期待、そして、松井、そして軍司、もうこの辺が大穴の、それでも前にいますからね、力で突っ込むケース。だけど言います、99割ここで決まります。そして残りの 10% 脇本が優勝すると、うん、ちょっとありえない。400バンクならともかく、もう小田原の33バンクでぶん回しかけられてね、2番手の期待がいってね、その上を
2番がまくれるぐらいやったら、脇本はオリンピックで金メダル取ってましたよ。うん、取れへんかったいうことはそういうことです。あの、もう神奈川で決まるっていう、このフレーズ通りです。明日はね、もう10中9、神奈川で決まります。いらん穴なんかほとんど買わないでいいです。もうほんまにね、ジャリ戦組の人はこの2位から、行ってください。はい、そこそこつきます。ではね、明日、もう面白くも何ともない決勝になると思いますが、それもまた競輪です。でも僕は40年以上競輪見てて、こんなレースは初めて見ます。はい。今度7社結束、普通は2つに分かれるもんですよ。はい。それでも結束しますということなんで、はい。もう G1 のオールスターの、仕返しみたいなもんですね。以上です。